夕焼けが綺麗ってことで。葵さんはその間どうやらこう火祭りのステージを作ってたみたいですね。いいとこなんだけどね。移動しまーす。さあ今夜の車中泊スポット、このような場所です。夕焼けが美しいです。そして後ろが今夜のディナーパーティー会場。いいですね。海をバックに今夜は泊まりましょう。寝床も完成。散らかってて見せたくない。ちょっとね、散らかってますけど、こんな感じで、用意できました。二段ベッドも、いつも通り、健在です。はい、母ちゃん。はい。ゴールデンウィーク。見えない。サンキュー。乾杯。乾杯。今夜は、サーモンと中トロの刺身、さらにハマチ、ハマチ食べましょうか。小鳥さん、はい、食べましょうか。葵さん、イエーイ、ふっくら炊けました。ご飯、これと刺身合わせていきましょうか。はい、あ、そうだ、そう、醤油つけて、わさびつける人は中トロいただきます。さあ今夜の車中泊の後です。はい、2泊目にはなりますが、うん、1日目ですね。サーフィンして、久々にイラゴのロコポイント、うん、で、サーフィンしていい波乗れました。はい。そんで大あさり丼を食べに行ったら大混雑で、うん、ところがジュージューアメリカンバーガー、ハンバーガーめちゃめちゃ美味しかったね。美味しかった、めちゃめちゃ美味しかった。そこからの魚市場、魚市場時間切れ、そう、タイムアウト、閉店済み。それからそれでも大あさりのおつまみを食べたくて、フェリフトのお土産屋、そう、お店がなくなってた。あのコロナでね、うん、じゃあお風呂、まず最初に調べたホテル、ホテル臨時休業まあいわば閉業そうだね、で2つ目に調べたホテル、行ってみたら日帰り温泉は6時からです、夕方の、うん、夜やないか遅すぎる。なもんで今夜は、スーパーで地元の食材、お魚ね、買い込んで、そして、某ビーチでディナー&車中泊やっております。まあ一通り食べ終わってまったりモード、まったりタイム入ってます。まあこれがゴールデンウィークトリップ1日目。うん、いい一日だった。そうですね。この後は映画でも見ながら、はい、ゆっくり休みましょう。グナイグナーイ天然パーマおはようみんな。今日の寝床はこんなところです。てってりー、いいね。波もありますね。早速海行きましょうか。ブスコちゃん、はい起きてください。ブスコちゃん、このまま寝続けるとブスになっちゃいますよ。そして今日私は綺麗、目の腫れ方が半端じゃないです。なぜなら夕べ映画を見ながら号泣してしまったからです。今日はモザイク処理で失礼します。撮ってるよ。よっこいしょと、はい、準備できました。それでは今日も海入りに行きたいと思いますが、私今日顔面が非常に危険な顔になっております。周りの人たちが何あのブサイクな人って怖がられないように気をつけたいと思います。はいはいそれでは海行ってきます。行ってらっしゃい。バイバーイ。砂だよ砂。サンドアートフェスティバル、すごいね。砂とは思えねえ、ねえ、すごい。
昨日みたいな風でも崩れないんですか。今掘ってる段階ではただの砂の状態なんですか。そうですね、砂だけです。地元の方なんですか。あ、宮城から砂の可能性。葵さんがあと小っちゃいカニ。天然パーマ。レストラン、サーフィン、サーフィン。地魚丼できません。あら、市場お休みのため残念。あ、いいじゃない。何しますかね、小鳥さん。今日のランチは。カツ鍋定食うまそう。いただきます。デラックスなランチタイムになりました。これいただきます。デレン広畑さんの旦那さんのどっかの地域調布の駅前でごちそうさまでした。ごちそうさまでした。パハラの定食屋の神はどこも美人。お腹いっぱい、お腹いっぱい、お腹いっぱい。天然パーマ。妻。はい。またもや計画変更じゃ。さて、本当は今日は静岡方面に移動する予定だったんですけども、うん、はい、ご覧の通り、はい。波情報ではあんま良くないんですね、静岡方面、うん、なので、うん、無理して波が悪いところに移動するぐらいだったら、ね、伊良湖この界隈では波いい方だからやっぱりここに残りましょうということになりまして、今日はこれから博物館に行こうと思います。こうやってその日その日のコンディションや、天候とかね、そういうものに合わせて柔軟にプランを変更できる、これが This is パウダー。かっこよく決まったと思う今の。今回でも最初からすごいいろいろ変更してるもんね。そうね、そもそもあんまり決まり事は作らずにスタートしたから、なんだったら伊良湖に行くかどうかだってさ、まだ行きの車の中でずっともうね悩んでたぐらいだから、まあ、それぐらいちょっとね今回は計画性のない旅をやってるがゆえに、こうやって自由度の高いねプラン変更が柔軟にできるというのは、まあ長く車中泊の旅を続けてきた私たちの経験からできることなのかもしれません。まあ私たちのようにどうしてもねサーフィンが軸にあって旅をすると、波のコンディションによってねどうしても行く場所が変わってしまうことが多々あります。こういう時にはい行きましょう、あるいははいやめたっていうのが瞬時に判断できて、プランを変更できるのがバンライフの一番の魅力ですね。快適な寝床を作るのがバンライフなのではないです。最高のエクスペリエンスを最大限に引き出すことができるのがバンライフ。ああ、いいこと言うね。だからさ、バンとライフスタイルのバンライフなんだよ。まあ、なんでもいいんだけどね。そうは言っても人それぞれ、そう、人それぞれだから楽しみ方は人それぞれなんだけど、はい、車を使う一番の理由って移動なんだよね、もともとビークルは。なんで移動した先にまず僕たちの場合は一番の目的があるわけさ。それがサーフィンであったりキャンプであったり、スキースノーボードであったりね。でそこへ運んでいってくれる、連れてくれる相棒がバーンなんですよ、はい、我々の場合はね。そしてさらにそこで寝泊まりもできることでアクティビティを最大限に引き上げるツールというかね、道具というか相棒になるわけですね。それがですね、先ほどのビーチで泊まっていた隣のおじさんがですね、あれ YouTube やってる人じゃないですか、
っていうふうに声かけてくれました。あ、はい、私 YouTube やっておりますって言ったら、あれやってたでしょ、あれハイエース10のダメなところみたいなやつって言われて、はい、そうなんですよ、ハイエースに乗るべきではない10の理由っていうのを出してますって言ったら、いやあれすごく面白かったよって言って、その動画の中の俺のおしゃべりのモノマネをしてくれるんだよ。あ、そうなの。それで、しまいに言った言葉が、そんでさーつって、俺あの動画見てハイエース買っちゃったんだよ。本当ですかって言ったら、10月のおしゃだから楽しみだよって言ってくれて、それでそのおじさんに言われたの、やっぱさ今って YouTube の影響力ってすごいよね、俺ハイエース買っちゃったもんって。っていうかさ、俺の影響力すごくね。こういうこと言うと、あの企業案件コラボになっちゃう。ただ、あの高額商品が売れる、チャンネルとブログ運営しておりますので、企業商品 PR、プロモーションされたい企業様は、ぜひこちらまで。まあ、そういうわけで、世の中のハイエースを1台ね、僕の YouTube をきっかけに購入いただいた方がいらっしゃるということなので、高額商品の売れるチャンネルとなっております。どうぞよろしくお願いします。天然パーマ。さて、我が家は当初行ったのが豊橋、なんかね、博物館に行ったんだけど、ものすごい大混雑をしていたのを見てすぐに逃げてしまいました。そこでやってきたのがこちら、豊橋市視聴覚教育センター。なんと無料でした。行ってみましょうか。望遠鏡を覗いてみよう。どう楽しんだらいいんだろう。なんかね、すごくチープだけどめちゃくちゃなんかハートフルでいい科学博物館って感じ。地元のキッズたちもたくさんエントリーしてたりして。すごいなんかね、コンパクトでチープな博物館なんだけど、めちゃくちゃ楽しいです。そしてすごい空いているんだけど、みんなが楽しんでる。これは素晴らしいな。これは平成25年まで使っていたプラネタリウムの投影機。豊橋市地下資源館、行ってみましょう。すごい、地下道みたい。奇襲鉱山坑道。それでは坑道へ行ってみましょう。青線と。さあ、何があるのでしょうか。これでズドド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 って掘ってるんだよ。大変な仕事だこれは。本当だね。これトロッコ電車じゃない？実際に使われてたものだ。本物。南極の石？本物？いやー、こんにちは。こんにちは。今日は地下資源館へようこそ。ゆっくり見ていってね。うん、わかったよ。それじゃ、またね。バーイ。世界中のいろんな鉱石が展示されています。それにしても人がいないね、こんなに素敵な博物館なのに。ドダンドダン。これが昔の鉱石を運んでいたトロッコだそうです。パワーストーンの椅子に座るとものすごいパワーをもらえるのだ。パワーストーン。プラネタリウム見に行きます。プラネタリウム終了。すごかったね、綺麗だった。今までの見たプラネタリウムとは違う、ちょっと違う趣旨だったね、すごい。この施設、俺が生まれた年に開館したところです。48年間小学生たちが学びに来るところです。映画にあるパーン、グッ、パラララ、パーン、グッ、パラララ。いやー、小鳥さん、たくさん学びになりましたね。すごい、これ侮れないですね。豊橋市聴覚教育センター、なんと無料です。天然パーマーおすすめ観光案内でした。なんでそれ。すごい楽しかった。
はい、こっからですね、山道へと入ります。はい、さて、こっからですね、一気に山へ上がっていきます。その先にあるのは、温泉だ！温泉入るぞみんな。おお、いきなり山の中感が出てきました。突然です。本当にこの先に温泉があるのでしょうか。石巻山へと登っていきます。じゃん、山を登って到着した。今日のお風呂はここです。割烹旅館夏目、ここの露天風呂をね入りたいと思います。絶対景色いいはず。展望露天風呂があるそうです。小鳥さん、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 いいお湯でしたね。いいお風呂でした。穴場。なんか別荘のお風呂みたいですごいよかった。うん、いいお湯だったしね。まあ、いいお湯かどうかわかんないけど、いいお風呂だったね。ナイスサンセット。なんかある。That father is 10 men per!